お疲れ様です。石油利権はもう古いということでね、まあドバイを中心とした UAE ですけども、実はね、あの世界の石油産油国 UAE は現在石油依存の経済状態から脱却して、30年前からですね、石油以外の国策を 90% 以上の割合で進めてるそうなんですよ。だからね、石油で王様になってその上にあぐらをかいているわけではないらしいんですよね。確かに石油だけで全てが賄われている時代ではなくなったのと、やっぱりあそこだけじゃないですからね。やっぱカナダとかアメリカとかモンゴルとかから石油もバンバン出てますからね。まあ、そう考えていくと、まあアラブの石油王の時代は終わったと。ね、よくね、油田を掘るとかなんとかっていう、この慣用句残ってるみたいですけども、時代遅れすぎるらしいんですよ。じゃあ、アラブを中心としてね、UAE が、どんな国策を練ってるかというと、金持ちに永住権を与えるっていうビジネスらしいんですよ。まあ、そうなると乱暴なのは、世界中で政治犯とか、単なる犯罪者とか、特に暗号通貨で詐欺った人が、ドバイに集中してるらしいんですよね。で、ドバイではゴールデンビザって言って、その、なんか1億円ぐらい払うと、あの永住権10年間のチケットがもらえるそうなんですよ。あとはなんか預金をね、デポジットって言って5億円とかすると、あ、もうずっとドバイにいてくださいみたいなね。で、パスポートもいらないと。もうドバイのビザで暮らしてくださいみたいな感じで、なんか UAE 諸国は行ったり来たりできるらしいんですけどね。まあ、言ってみればパスポートを失効した人とか、それから何らかの犯罪を犯した人でも全然大歓迎で、国を豊かにするためだったら全然保護しますよみたいな感じらしいんですよね。またドバイとか UAE って国はイスラム、アラブ、あの辺の宗教が絡んでるんで、同じ宗教を保護するんですよね。なんと、まあ、いわゆるイスラム系ですか、20億人の経済圏持ってるらしいですよ。で、中国人はイスラムじゃないですよね。インドも違うんですよ。アメリカも大体違いますからね。じゃあ宗教で強く結びついてる人種って一番強いのはどこかっていうと、アラブらしいですよ、なんと。いつの間にか。で、ドバイにね、永住権持つと多分、なんかこう、お参りしなければならないとかね。なんか宗教をなんかこう、形だけでも回収しなければならないみたいなところもあるんじゃないですか。なんかそういうふうにね、結構ね、頭使ってるなと思いますよ。いや、本当にね、どうなっちゃうんでしょうね。ニコラテスラね。なんでしょうね。まあ、行ってらっしゃいですね。